はい、スピルと申します。人対ボットどっちが儲かるの勝負大会。人間がねトレードするのとこうボットで、自動売買ですね、自動売買した時にどっちが儲かるのっていうのをね勝負していこうかなと思います。で、なんで OKX 使うのとか OKX のね魅力ですね、世界第2の仮想通貨取引所、まあ、どんなとこなのっていうのをね簡単に紹介している動画がありますので、そちら概要欄に貼っておきますので、よかったらねそっちも見てください。というわけでやっていきます。で、前回の動画でねこの OKX がねイベントやってまして、このボットを使うとね何かしら、リワードたくさん用意してますよっていうのがあります。で、この16日から1月の16日から20日までですね、 DCA ボットっていうものを使うと、スポット DCA ボットっていうものを使うと恩恵がね、まあ1人 5ドルかな、1人5ドルなんですけどもらえますよっていうのがあるんで、これをね使おうかと思ってたんですけど、ちょっと今回の勝負に関してはあんまりこの DCA ボットっていうものがね内容があんまり私の考えてるものとはちょっとそぐわなかったので、ちょっと今回別のボットをね使ってやっていこうかなと思います。ただ1月20日までは、このねガス代がかからなかったりとか、もし損失出してもね、10ドルまで保証してくれますよっていうものがありますのでね、気にせずどんどんやっていきましょう。ということでまずボットを作っていきたいかと思います。トレードからボット、トレーディングボットっていうとここのボットのページで、さっきのねキャンペーンページはこの上の、この黄色いバーのところねポチッと押したらキャンペーンページ飛びますの で今回作るのここですね、フューチャーグリッドって、こいつを使っていこうかなと思います。フューチャーって先物ですね、自分が100ドルしか持ってないんだけど300ドルとか200ドルとかのね、金額を超えた金額でもかけることができますよみたいな、やつです。でこいつを使ってやっていきますと。でね、トークンをどうしようかなと思ってたんですが、私が一番ねやりたかったのは OKB っていうトークンがあるんですよ。この OKB っていうトークン何っていうと OKX が出してるトークンで、まあ、ちなみに言うと OKX ってブロックチェーン持ってまして、まあ持ってるというか作ってまして、このビルドのねここに OKX チェーンっていうのがあるんですね。実はですね OKX ブロックチェーン作ってまして、まあそのガバナンストークンになるのかな、この OKB っていうねトークンなんですが、まあ、ちょっとねなかなか今面白いとこになってまして、ここ去年ですね22年のちょうど年またぎぐらいの時に、まあ、2度目のピーク来てまして、そこからねやっぱ落ちてしまってるんですけど、今ね実はそこの水準まで戻ってきてるんですよね。ビットコインとかだってどうだったっけ、まあそこまで戻ってないよね確かね。そうだね全然ですね、去年の始まり2022年の1月1日あたりがこの辺なので、やっぱね価格は下がったまんまなんですけど、このね OKB っていうコインはここの去年のね水準まで戻ってきてるんですよ。とんでもなく強いコインなので、こいつでね先物とかできたら、まあ、やってみようかなと思ってたんですね、思ってたんですよ。っていうことはよ、まあ、先物ねフューチャーグリッドこいつ使えなくてさ、いやーやっちまったなと思って、じゃあ何のトークンでね遊んでいくのっていうと、まあ遊ぶっていう言い方ごめんね悪いけどね、アプトっていうねトークンを使っていこうかなと思います。アプトっていうねアプトスっていう、まあ、ブロックチェーンがありまして、まあ、結構大きなねブロックチェーン、いろんなところが出資して作ってる、ブロックチェーンがありまして、私が今ね楽しみにしているグリッドサガっていうねゲームもこのアプトスっていうところから出てきますので、まあ、ちょっと私がね自分で興味があって、まあ、注目しているブロックチェーンということで、まあ、ここのねトークンを使ってこの先物やっていこうかなと思います。でなんだかんだほんと喋ってる間にどん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 下がって上がってて繰り返してるということが、まあね怖いことが起こっていますよと。じゃあまあこのグリッドボット、まあ、フューチャーグリッドボットの買い方みたいなのを軽く説明していくと、ロング、ショート、ニュートラル、この3つがねありますよと。でロングショートは分かりやすいと思うんだけど、ニュートラルっていうのがある基準を境にして、まあ、下がったらロングを取りますよ、上がったらショートを取りますよ、まあ、またはそれをクローズを、しますよっていう感じの、買い方になってきます。一応説明のね書いてある場所だけ説明すると、フューチャーグリッドっていうところの上にねアカデミーっていうところがあります。この中にまあこのグリッドのね説明がダーッと一覧でいろいろ載ってるんですが、このフューチャーグリッドの、ここですね、フューチャーグリッドのさらに下にもっと詳しくはーっていうのが書かれていますと。ね、詳しく知りたい方はこちら見ていただければいいかと思うんですが、こんなことをね知らなくてもボットをね作ってしまえるっていうのが、まあこのね左のレコメンディットっていうね機能になります。
まあ、誰かが作ったボットをコピーできますよってことですね。うまくいってる人たちがいるんだから、それコピーしちゃった方がいいよねっていうね、ことです。で、コピーした後にさらに自分でね、このパラメーターって呼ばれるもの、まあいろいろね、決めれることがあるんですが、ここをね、自分で、変更していくことも可能です。で、まあちょっとね、見ていきましょうと。まず見てもらいたいのが、ロング、ショート、ニュートラル。この辺がね、ありますよと。で、今このぐらいのね、利率出してますよとか、このね、下の方に日付、7日から20日ぐらい、7日から20日ぐらい、13時間っていう、まあ、日付が出ていますが、これがね、だいたい目安、このぐらいのね、日付をかけてるとこんな感じになりますよ、みたいなね、まあ、これまでの履歴みたいなものかな、これからの、数値がどうなるかなって誰にもわかんないからね、まあ、あくまでも参考の一つとしてこの辺を見ていこうと。とりあえず、今回はニュートラル。でね、やってみたいと思うので選択できるのがここしかないんで、ちょっとここ見てみましょうと。で、これコピーした後にこのねアジャストっていうのを押すと中身が見ることができます。中身がローリミット、ここまで買い物しますよっていうのが 7. いくつっていうんで、下が 7.3、 あんまりもうあれだね、 7.3 もう下あんまり考えられてないね。で 8.92、 まあ上は上はどん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 上がれよって感じで、下がかなり厳しいことになってますね。で、このねモードっていうのが2つありまして、ちょっとごめんなさい、ここね私もよく分かってないからまた調べておきます。ちょっとね一応日本語見てみるとこんな感じっていうことで、まあ算術モードっていうのがあってっていう感じですね。でこのクオンティティっていうのがね、どのぐらいの間隔で売買しますよっていうので、5グリッドで売買しますよっていうのが出てます。これね、5って結構短いんですけども、ここが手数料がね、無料が効いてくるところなんですけども、ボットがねどのぐらいの間隔で、まあ、売買を行いますかっていう、数値みたいです。ちょっと詳しいことってなるとね、またまあちょっといろいろ調べながらねやっていきたいかなと思います。2とか5でね、なんかあんま、まあ、短いって言われてたりとか、長い方だと32とか40いくつとかね設定してるのをよく見ます。32とかね、長い間隔でやり取りした方がガス代があまりかからないので、まあ効率的にはそちらの方がねいいのかもしれません。今のところ手数料無料なので、5とか2とかねすごい小さい間隔でね取引してても、まあとりあえずガス負けはないよといった感じになってます。でちょっと私ができる説明がこれぐらいなんだけど、とりあえずはねもうコピーして使えてしまうので、私はねコピーして使ってしまおうかなと思います。ただちょっとごめんなさい、あまりにもねちょっとここの下リミットがもう近づいてきてしまってるんで、ここはね変えようかなと思います。どのぐらいまで下許容しますかっていうんで、まあ、ちょっと、ちょっと待ってね、ちょっと自分で考えるのはどうしようかな。ちょっと設定ねごめんなさい、あんま詳しくないんで、これがいいかどうかっていうのは分かんないんだけど、まあさっきの数値ね 7.3 だともうすぐ終わりが見えてきちゃうので、こっちの、山場のところぐらいまでを設定してみました。もうこれでいこう。で、ここにね、いくら入れますよっていうのをね、設定するんですが、これがね、あまりちょっと感覚的にわからないので、とりあえず25とかね、入れてみたいと思います。それで様子見て、なん、全然いけるじゃないかってなったら50とかね、ちょっとずつ増やしていこうかなと思います。で、ごめんなさい。合計ね、100ドルです。合計100ドルのうちの25ドルを入れてみますよと。で、5倍でやるので、25ドルの5倍の、125ドルまで使えますよ。っていうことになるのかな。ごめん、この辺全く分からずにやってるからさ、試しにやってみてどんな感覚だよっていうのを掴んでからね、大きくかけていくよみたいなことをねやっていこうかなと思います。5倍だしね、まあ5倍だし、うん5倍だしやっていこう。日本の仮想通貨取引所だとね2倍とかまでしか確かかけれないんですよ。こういう海外のね仮想通貨取引所なんで、まあ、5倍とかね最高で、何倍だったっけ、125倍とかまでねいけるはずなんですね。50倍か今、多分 KYC とか通して自分のね信用を上げていけば多分120何倍とかいけるんだけど、まあ、今回はね5倍でいきたいと思います。25ドル、5倍で、いきます。大丈夫大丈夫、いけいけいけ、行ってまえ。うん、こんな考え方じゃ絶対ダメだからね。ではちょっとこれでね作っていきます。せーの、はいはい、ではいきます。せーの、はい。ちょっとボットのね説明をしていきます。ボットの詳細ページみたいなところがあるんですが、ここのね下
下の方に、いくらになったらロングを買えますよ、いくらになったらショートを買えますよっていうね表示がされます。例えば今画面に見えているところですと、青い方ですね、この価格になったらロングを買いますよっていうところをバイワンっていうところを見ると 7.1096、 この価格になったらロングを購入しますっていうことになります。チャートで見るとね、この辺ぐらいまで下がったらロングを購入しますよっていうことになります。ショートの方は 8.3192 まで上がるとショートを入れますよっていうことですね。でもショートはだいぶ上だね。 8.3、 とりあえず今のこのチャートがこの範囲に達しない限り売買を行わないので、しばらく見てるしかないよということだね。ちょっとね編集してて気づいたんですけども、 5.9 ローリミットの 5.9USDT っていうのがロングの一番下倍3のとこですね。 5.9 っていう数字になってまして、アッパーリミットっていう 8.9241 っていうね値が、ショートの方の一番下 8.9241、セル2の方に、数字が値がね入っていますよ。このローリミット、アッパーリミットの数値を使ってショートの一番最後、ロングの一番最後の値を取っているということみたいでした。でこの設定ではこの間隔が開きすぎてた。私がねローリミット 5.9 ってねかなり下の値を取ってしまってたので、数値がねかなり幅広くなってしまってたので、この後ね設定をちょっとやり直ししました。元からその用意されていたコピーをそのまま使って、同じ25ドルを設定し直すっていうことをやっています。よいしょ、こっちがね、こっちがねサブアカウントです。101ドル、まあ100ドルちょっと超えちゃったんだけどさ、試しにねいろいろ触ってると、まあちょっと、ありがたいことにちょっと増えました。この OKX の先物ですね、いろいろありまして、まあフューチャーっていうのが一般的な、まあロングショートなんですけど、これ期限があるものなので、パーペチュアル、まあ、永続的なねスワップス、先物、こっちを使っていこうかなと思います。で、アプトですね、アプトを使ってまあ同じさっきのボットとね同じ感覚でやっていこうかなと思います。でこっちはね今どう見てもショート打ちたいよね。こっから反発してちっちゃいロングを取っていくかショートを取っていくかってちょっとね指針的なものが何もないんで、ちょっと作っていこうか。私こういうさチャートとかって全然わかんないから、まあ、適当にやっていくんだけど、私がね、まあ、なんとなく聞いたお話によると、まあ、確定でこういう時にこういう理由があってこう買うよみたいなね、ちゃんとした理由がない限り買わない方がいいよっていう話なんがあるんですね。まあもちろんそうだと思うんだけど、今回まあまあまあちょっとねごめんなさい、なんとなくで、ね、まあ、このね線に沿って多少動くかなと、まあ、ここをい、まあ、ちょっとね下髭っていうのをこれ切ってるんだけど、まあ、こっから多少ね多少ちょっとここまでは上がるかなと思って、ここまではねロングでちょっと買ってみようかなと思います。一応ねちょっとこういう考え方だよみたいなのを線引いておこうか、今後のね自分の、参考のためにも。一回ねここまではちっちゃくね上がっていくかなと思うので、とりあえずロングでね購入してみたいかなと思います。買うときにですね、クロスっていうのとアイソレイティッドっていう2つが出てきます。クロスっていうのは例えば証拠金がね100ドルだった場合に、ビットコインのロングに100ドル、イーサのロングに100ドルみたいな感じでね、他のレバレッジと共通して、まあレバレッジってごめんなさい、さっきから私が、先物って言ってるやつですね、先物と共通して証拠金がね使えますよと。でどれかのレバレッジがもしね強制決済になったとすると、全てのポジションがね解除されるっていうのがこの、このクロスになるようです。でアイソレイティッドってね日本語訳にすると孤立っていう意味みたいなんですけども、ビットコインのロングに例えば50ドル使いましたよっていうと、他ね例えばじゃあイーサのロングに、残りのね50ドルを使うよみたいな感じで、他のレバレッジと共通してね証拠金が使えないよっていうのがこのアイソレイティッドっていう風になります。ただしこれどれかのレバレッジがね強制決済になったとしても、他のレバレッジはそのまま生き残るので、まあ独立してね使えますよと。まあこういうね2つの違いがあります。今回は私一つの通貨しか使わないので、まあどっちでも構わないんですが、まあクロスねアイソレッド、まあ適当に選んで使っております。で、3倍あーちょっとねこっちのこいつに合わせて5倍にしておこうか。5倍とかやるの怖いっちゃ怖いんだけど、まあちょっとこれでいきましょう。 25% 同じような感じでね作ってみたいと思います。こっちはこっからロングを取っていきますよっていう買い方です。ではこれでいきましょう。まあこれで多分ねいけると思うんだ。多少はこっから、反発して上がるでしょう。
はい。で、今オーダーが出ているところですね。この下にオーダー、まだ購入できてません、オーダーっていうものが、出ている状態です、って言ってる間に終わったトイレ行こうかなとか思ってちょっと、考えてるところに、ちょうど購入できましたね。ちょっとね、今編集中なんですけど気づいたことがあって、マージンですね、 8.91USDT となってまして、まああまりにも少なくてね、3% の、まあ、利益得てるんだけど、証拠金が少なすぎて利益が全然出てないよと。で、左上のねアマウント、今カーソルがちょうどあるとこですね、 APT にアプトになっていまして、ここアプトなんで持ってないのに 25% っていう値を設定して購入みたいなことをねやってたみたいです。そのせいでなんかおかしなことになってんのかなという感じで、全然わけわかんないことをやってる可能性があるんで、ちょっと一回ね、編集中なんですが、ちょっと設定のねし直しをしたいかと思います。はい、というわけで今こんな感じですね。証拠金が 9.03、 まあちょっとあれからね、この自分が引いた線に合わせて、まあいろいろね売り買いしてたんですけども、ちょっとちょうどねこの私が引いてる線のところに来たので、ここからロングにね切り替えたいなと思います。なので今ちょっと持ってるものは全て、まあとりあえず今の状態ですね、ちょっとヒストリー見ていくと、まあなんだかんだでね、まあまあ、 0.3 ドル、 0.23 ドル、 0.48 ドルという、金額をね受け取っています。USDT と OKB をこんぐらいずつ持ってまして、 USDT ね41ドルしか持ってませんでした、ごめんなさい。アセットをここね見てたら100ドル103ドルになってたので、実はねここで、私ね USDT を100ドル持ってると思ってたら OKB を60ドルも持ってました。これなんでっていうと、ここの撮影を始める前にね OKX をねいろいろ知らなきゃいけないって思っていろいろテストしてたんですよ。でその時の名残としてこれがね残ってました。証拠金がねものすごく少ない状態でトレードをね行っちゃってましたよということで、いやーほんと申し訳ない、これはもう自分でめちゃめちゃ恥ずかしいね。いやーもうやらかしたなー、いやーね、お恥ずかしい。じゃあこれで改めてねパーペチュアルスワップスやっていきましょう。アプトでごめんね画面変えちゃってた。トレーディングビューで今ねこっから私は、まあ、多少でもねここ上がると思ってるんだけど、まあやっぱちょっと同じような感じでね、USDT にして 25% ぐらい使いまして、あだからここさパーセントじゃなくて、例えばだから500まで使えるから、でごめんなさい、私そもそもここのね入力の仕方が間違えてたみたい。私さここ25とか入れてたけど、これの25入れたらさ5倍になって25で125ぐらいのものを購入するのかなと、125ドルぐらいのものを購入するのかなって思ってたんですね。そうではなくってここに125と入れなきゃいけないよっていうことなんですね。ごめんなさいこれ完全に勘違いしました。なのでこれで125、私がねもともと考えてた数字ですね、 25×5 で、125、これぐらいの数字でね軽くじゃないけどねやっていきたいと思います。これでいいんでしょ、いいんでしょ、これで間違えてたらもう悲しいだけだから、もうちょっと結果はまたねそのうち動画に出すんで、これでやっていきます。125ドル、ちょっとね自分の持ってるものよりもちょっとプラスしたぐらいで、まあこれで購入して、で上がることを期待するよと。コストって何、コストって、あポジションを立てるのに必要な、推定証拠金が25ドル必要だよと。はい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 、オッケーオッケー、そうこういう考え方なんだよ。私がもともとこの25ドルをこっちに入れてたのがおかしかったんだね。なんでこういう買い方でいいんでしょうと。はい、購入できました。でここでストップの方ですね、ストップの方で 10% ぐらいで、はい、これで全額ストップかかりましたよという感じです。いやごめん、ここはアプトでもよかったんだね、どっちでもよかったんだ。ここねアプトでも USDT でもどっちでもよかったんだね。間違えてたのはここの数値の入れ方が間違えてたよってことだ。あーまあ初心者あるあるっていうことで、皆さん気をつけてください。まあこんな間違いすることなかなかないと思うけど、というわけでやっと始まりました、ボット対、人がトレードした場合どう違うのっていうやつですね。ボットの方もねちょっと後で金額のね設定見直しておきますということで、今回からこういう企画をねやっていきますので、
で、私を応援してくださる方、 OKX に興味のある方は概要欄からね OKX のリンク貼っておきますので、そこを登録していただけるとありがたいです。というわけでちょっと長尺になってますが、またこういう風にね動画作っていきますので、よろしくお願いします。というわけでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。